内海俊勝 Love and Peace 同じ空の下から。This program was brought to you by Integrity Japan Tokyo 株式会社浜電、登る靴店スーパー G、 EM 生活、 PCI ジャパン、いくつもの道筋が見えてくる、嵐が過ぎ去ったら優しい風が吹いてく、明日からは変われると信じてた。あなたの人生を豊かにする会社、キャリアコンサルタント、ケアストレスカウンセラー、インティグリティジャパン東京。電気工事を通じ建物に命を吹き込む、それが私たちの使命です。各施設から一般家庭まで、電気工事のことはお任せください。044-223-8616、 暮らしを明るくする株式会社浜電。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。PCI ジャパンでエグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞお気軽にお越しください。はい、こんにちは。1週間のご無沙汰。ご無沙汰でしたね。早いね。早いですね。早いですけども、まあ秋、だいぶ秋っぽくなってきたね。秋っぽいですね。涼しいって涼しいから。うん、まあ秋だからね。寒いです。今日は爽やかに。うん、今日はね、素敵な爽やかなゲストさんですよ。紹介してください。はい。中島文明さん。弾丸ブラザーズ。だから、つながりとしては、だって、ま、あのマルディグラレーしかあんまりない。そうですね。前に一回、あの、はい、クロックで一緒にやってるけど、そうですね。その時以来だもんね。そんなにずっとね。やったことないですね。まあ、不思議な関係でね。もうだから、まあ、あなたはだってもう随分芸歴は長いでしょ。芸歴の感じですよ。デビューして40年なんですよ。40年、はい、そうなんですね、はい、あ、そう、はい、40年ってことは 10代の時。23で。23ですか。まあ、あんまり言いたくないですけどね、年齢のこと。そう。うちみさんの場合ですよ。俺隠したってしょうがねえしさ。ああ、まあ、なるほどね。ええ、そうですか。うん、ね、今日はね、生演奏もしてくださるということで。そう、まあ、もうありがたいですよ、ね。はい、すごい楽しみです。まあ、でも、あのね、いろんな、まあ、とりあえず曲を聴いてもらわないとね、あの、わからないので、うん、はい、じゃあ最初紹介してもらっていいですか、1曲目を。はい、では中島みやきで、うん、始まりの歌を聴いてください。はい、うん、なんかね、俺、あの、こっち側はね、俺も変だなと思ってた。あ、そうですか。うん、ステレオ側の方がね、あの、こっちのフォンジャックっていうか、これ聞こえるんですか。低いですかね。あ、大丈夫です。自分の声が聞こえないですよね。あ、今はオフになってる。はい、今オフになってます。なので、後でもし聞こえなかったら変えてください。一応両方置いてきます。はい、ありがとう。はい、まあいいですけど。すいません。すいません。大丈夫ですか。
すごい滑舌よく力強く説得力ありますね、はい、滑舌よく力強く説得力があるなと思って素晴らしい、ありがとうございます。パカパカさんです。ソロになってからはどのぐらいなんですか？ソロになってからは、ね、結構長いですよね。ソロになってから30年ぐらいですか、ね、あ、そうなんですか、はい、じゃあダンガンブラザーズは10年ぐらい、そうですね、え6年ぐらい、あ、はい、あ、そうかな、あ、そうなんですね、はい、ユーチューブさんとは1回しかまだやってない、うん、いや、1回しか会っただけだね、2回会ったかな、あります、最初は会ったのどうだった、最初は黒子で会って、黒子で会って、その前会ったっけ、前も会ってない、3年じゃないかなんかで、ね、3年で会ったっけ、はい、あったっけって困るな、そういうの だいたい忘れることが多いから、なんでそうなってきちゃう、一緒にやったことはないんですか、だから黒子で1回やったので、その後は1回もやってないね、やってないですよ、やってないね、なるほど、今日はどのぐらいお久しぶりでお会いしてんですか、どれぐらいだろう、だから黒子以来だとしたらもう随分経つよね、もう2年とか2年とか3、3年経つ、 あ、でもそのぐらい、はい、まあそんな出会うのが遅かったんですね、あ、そうなんですよ、ジムさんとね、うん、はい、うん、そうなんあの、これからじゃない、これからアマネディブラもやるし、うん、これ今ですか、今の感じ、鶴見慎吾さんも今の感じ、そうそう、今の感じです、はい、まあでもそれもやっぱ 2,3 年前ぐらいですね、うん、2人とも男前ですね、うん、結構身長とかも 全体が似てるんですよ、ね、あ、そうなんですか、うん、体重とか、身長体重似てる、似てるんです洋服いっぱい持ってきてくれって言ってるんだ昔からお友達で、もう15年ぐらいですかね、うーん、金八先生って出てましたよね、金八先生、もう金八先生からは立派な大人ですね当たり前だけど、立派な大人でもね、どうなんですかね、ずっとホリプロじゃないですか、あ、ずっと芸能界にいるから、うんうん、まあ、ある種どっか子供ブームとか残ってますよね、あ、そうなんですね、はい、うーん、私も金八先生世代だから、あ、そうですか、すごいそういう身近さを感じる、うん、これはあれなんですか、ライブに行けば購入できる、はい、うん、いいですね、赤がイメージカラーで、まあなんか赤がいいかな一応そのファンっていうのが文明中島でかかってて、あ、それで、はい、あ、じゃあちょうどそっちをアピールしたい、なるほど、デザインも素敵、ご自分でなさったんですか、いや、デザインが違いますね、うん、はい、残り30秒です、あ、はい、
はい、ね、いいじゃないですか、原島文明さんね、はい、ありがとうございます。これはあのソロの最初の頃ですか、はい、これはソロの、そうですね、うん、そうですね、最初の頃、弾丸ブラザーズになる前、いや、弾丸ブラザーズの後です、ね、後ね、後はソロになって、で一番最初、うん、ラブ最初にやったのが44の時ですね、はい、アルバムがラブフォーティフォー、はい、そうですね、ああ、それでそういう意味合いを込めた、はい、ラブフォーティフォーなんですよ、うん、44です、わかりやすいよね、まあ、偉い人が考えてくれたんですよ偉い人が考えてくれた、偉い人が、すいません、いえいえ、どうですか、わかりやすいです、じゃあラブフォーティフォーか、うん、始まりの歌ね、どうですか、滑舌がいい、滑舌がいいだからスコンと入ってきますね、そうですか、うん、説得力あるし、素晴らしいですね。ね、で次のは弾丸ブラザーズっていう、そうですね、最初にデビュー、それはデビューした時のバンド名なんですか、はい、弾丸ブラザーズ、弾丸ブラザーズ、あの僕はあの、うん、蒲田の方で、うん、兄弟人気とか東映とかでも見るじゃないですか、うんうんうん、でうちの、まあ、おふくろが、うん、家を出たら帰ってこないと、うん、まあもう鉄砲玉みたいになってるんで、じゃあ弾丸ブラザーズ、それで弾丸ブラザーズ、でお母さんが命名したようなもんだ、ね、そうなんですよ、珍しいですよ、だから帰っちゃいけないんですよ、帰っちゃいけないんですよ、今だに好きまたぐなと、結構暴れん坊だったんですか、私のあった暴れん坊じゃないんですよ、僕は柔道ずっとやってて、あ、そうなんですね、ただこうそういう意味ではさ、密度が高いじゃないですか、蒲田、よそのまた違ってか、まあ、川崎町のね、そうそうね、駅の方行くと、ますから、ね、はい、じゃあ硬派な弾丸ですね、そうですね、割と硬派ですね、どういうこと、いや、ね、じゃあ、弾丸の方の曲を、はい、お願いします、曲聞きたいですね、はい、まあ、何がいいかなと思ったんですけど、うんうんうん、あの1曲だけ、うん、仲良かった、まあ今最近会ってないですけど、うん、あの RC のチャボと一緒に、うん、あの書いた曲で一緒に演奏してる、うん、弾丸ブラザーズの曲を、うん、いいですか、はいはい、キスキスキス、はい、うん、みんな蒲田出身の、いや、みんなじゃないですね、そうじゃないですよ、みんなバラバラですよ、ギターが、まあ、ほぼ中学から一緒で、 あとはもう、あの肉付きとか、あ、そう、あれ川沢でしょ、あ、完全に、まあ、まあでも関東近辺、関東近辺のバンドですね、じゃあ、あの店、いろんな店はどういう店もあってたりする、キャバレーマイルなんか質あれじゃないもんね、時代じゃないもん、僕らの時はもうだからプロデューサーがついて、うん、アゴバンドないもんね、でレコードが使ってテレビ神奈川のファイティングエイティっていうのに最初からもうレギュラーで入って、あ、そうだっけ、っていう感じですよ、だから天祖なんかもいた頃かな、はい、そうかもしれないですね、はい、あ、そうですか、そうですか、あまりそうないですよ、ね、それそう考えると接点はあったんだね、うん、俺もだって宇崎さんのバックで結構出てたから、ああ、そうファイティングエイティとか、あ、そうですか、うん、ただ、うん、一緒にはあんまりなんなかったかな、あのコーナーがあって、あ、そうか、結局宇崎さんとなんかロケだな、あ、そうなんだ、あ、じゃあ意外と合わなかったかもしれない、そうですね、電子工学院で、あ、そうそうそう、撮影して、うん、宇崎がよく、うん、ピエの上から飛び降りて足を折ってて、分かんないよね、意外とじゃあエリートなグループで、うん、あのそうですね、エリートエリートいや本当は後半でエリートだ、俺はエリートじゃないですか、俺らの時代はもうないもんだ、そんなの、だってレコード会社すったらレコード出させてやるっていう考え、出してやるから言うこと聞けよみたいな、うん、今はもうそういう時代じゃないからね、だ出してもらえるんだって俺らも思ってたもん、あでもほんの何年かでいろいろ違うんでしょうね、このぐらいの時代って、
今でも会って何かやったりとかしますか？メンバーとですか？はい、だから3年ぐらい前に1回だけ、そうなんですか。何人メンバーだったんですか？最初5人ぐらいだったんですけど、5人だの、まあ、どん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 減ってって増えてって増えてって増えてった。楽しい。増えてんならいいじゃんね。で増えていくと大変じゃないですか。まあ金がかかる。こういういいやつ、辛い、それそれ。サックスで入れようぜとか。ああ、そうなるなってね。そう、またアレンジも変えなきゃいけないもんね。アレンジも変えなきゃいけない。そうなんですね。では曲残り30秒です。はい。じゃあ次メール読んで、読んでる間に、うん、かりセッティングしますから。あなたいっぱい読んでくれ。いっぱいあります。あ、最初やればっけ。二人でなんかセッションするの初めて。初めてですよ。そうですね。すごい。うん、嬉しいですよ。ね、嬉しい。はい。キスキスキス。キスキス。タイトルがいいですね。いい、考えました。考えました。ジャボと一緒に。はい、あ、そうです。うん。考えに考えれて気づきそう、一晩徹夜で二人で考えました。そうまあ大体そんなもんなんだよね。うん、なんだよみたいな。ね、自分かけて何考えてんのってよくありますからね。でもなんかいいですね。明るいキスって感じでね。ジメジメしてる。はい、じゃあまあちょっとメール来たろ。調整議論じゃね。はい。来たろ。内海さん、皆さん、こんにちは。来たろです。こんにちは。なんとも言えず、いい天気ですね。うん。あ、そうですね。ね、今日ね。昨日の夜だって、ね、ちょっと、散歩してみたんですけど、すると、軽井沢か、なんだこれ、清里高原にいるみたいな気分になっちゃって、うん、あ、いいじゃないですか。さらに夜空には星が一つ二つ光ってて、うん、何なんだよ、ね。とってもリッチな気分になれた。なれました。うん、やっぱり、気候ってあるんですね、うん、大事だよね、うん、雨ばかり続いてしましたので、ちょっと落ち込んでたんだけど、うん、やっぱり晴れてるのがいいですね、晴れはいいですよ、はい、それではいいです、うん、私はね、雨より晴れのが好きですよ。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、パクパクさん、うちみさゆみさん、こんにちは。昨日京都、気持ちのいい秋晴れですね。うん、朝晩は寒くなり、外出する時も首元にストールを巻きたい季節になってました。うん、巻いちゃってます、今日寒いから。本日のゲストは中島文明さん。一昨年だったでしょうか、原宿クロコダイルで内海さんご一緒されていましたよね。おしゃれなイメージの中島さん、おしゃれですよ、男前だし、うん、この季節はストールがお似合いになりそうですね。ストールします？ストールはあんましないですけど、あ、持ってますけどね、寒いから、はい、そうです、似合うのかな、はい、ストール派になろうかな。ね、素敵。今日は生演奏があるらしいという噂を耳にしました。ありますよ、仕事中ですが、なんとか昼休み時間を調整してお聞きしたいと思います、うん、ありがとうございます、はい、これから始まりますね。じゃあ行きましょう。あ、もう行っちゃいます、メール。じゃあ読まなくて、あ、もう読んじゃってください。いいですか？うん、じゃあちくらさん、カンオーバー、あ、カンオーバーになっちゃったの。こんにちは、ちくろです。先週は拝聴できなかったんです。やっとのお出かけで推しの発会に行っててタイミングが悪くてとても残念でした。今日はちゃんとスタンバっております。ありがとうございます、聞いててくれてるのね。推しの発会はギリギリ雨に降られませんで、よかったです、よかった。綺麗な池がしっかり拝見できました。あ、そうですか。うん、ね、水深がとても深いのですが、水が澄んでいるので青く様々な川魚が泳いでいました。スマホを落とさないようにしなきゃです。あ、落とした人いるんですよね。車に戻る途中、あまり美しくはない、つまり私の好きそうな、うん、あまり美しくはない、つまり私の好きそうなお店でおうどん食べました。どういうのよ、嬉しかった、美味しかった。まあね、あの、いいお店なんでしょうね。こういうお店に限るな、飾ってないお店ね。吉田うどんは硬くて多分手こずると思ったし、大抵お蕎麦と一緒のお店なので入れないのですが、お蕎麦アレルギーなんですよ。あ、そう、ほうとっぽい手打ちの1本ずつしか食べられないほど太いけど美味しい、嬉しい一日でした。さあ、今日はラジオ楽しむぞ、楽しんでね。あと1個、あと1個ね、ブースカちゃん、はい、ありがとうございます。
年齢もうすぐ点々いやいや何ウィスデスブスカです。秋も深まってきましたね。あっちこっちで紅葉情報が、まあ紅葉が見たい方は、あ、そっか、11月7日、おいらと一緒に筑波山山麓で堪能してください、うん、でここで100名山達成だからね、記念すべき100名山、ね、テレビクルーの撮影が同行するかもしれません。本当すごいね。さて55年前の今日、1965年10月21日ザ・ビートルズは何、ノルウェーウッド、ノルウェーウッドっていいんですか、そういう呼び方が、いいんだよ、そう、ノーウェアマンの録音と勤しんでいます。翌日はインマイライフを撮っているので、まさにジョン・レノン特集みたいなもんです。これらの楽曲はご存知ラバーソウルに収録されています、収納されています。ラバーソウル大好きなアルバムです。うんちくを語り始めると1時間でも足りません。一つだけ言うと、どうしても歌詞の内容からすると、ノルウェーウッドはノルウェーの森ではなく、ノルウェー製の家具のことなんですね。ああ、そうか。日本語のタイトルをつけたのは、かの有名な高島さん、ちさ子さんのお父様なんです、でもノルウェーの森の方がイメージ膨らみますよね、ジョージのシュタールがうねってます。うっちゃんラバーソウルではどの曲が好きですか。俺全部好きだよ。あ、全部好き。ラバーソウル全部いい。おお、全部好き、ということでね、ブースカちゃんずっとずっとずっとリクエストに来てました。じゃあ夏の終わりだね。夏の終わり生でいっちゃいますよ。ね、中島文也ちゃん、よろしくお願いします。はい、イエイ、ワン、ツー、スI'm not afraid to die.
ですか。じゃあやっとお答えできました。生でありがとうございます。いやいやいや、こんなの聞けないよね。え、そうそうです、あなたのために歌ったようなもの。すごい、そうですね。ねえ、僕はもうチュービーさんとこれがやれるっていうのが、ね、お店が好きなんですよ。すごい大事です。いやありがとうございます。ありがとうございます。まだね、今日はね、もうたっぷり時間もあるので、どんどん曲を聴かせていただきましょうよ。次の曲は、次の曲はですね、これはいつものやつですか。これは30代後半ぐらいですかね、あのアメリカでレコーディング始めてしまして、で、まあ、うちみさんのライブを見ててもね、こういう曲好きかなと思って。あ、そう。デビッド・リンドレーが、参加、ボトルネックで参加していましてですね、ちょっとこんなあの普段あんまりこう、ノリノリなんですけど、こういうバラード系もいいかなと思って、はい、はい、タイトルは時のバスに揺られてという曲。時の場所に揺られて。バスです。バスですか。時の場所。まあ場所に揺られてですけど、時の場所っていう。時のバスに揺られてです。はい。えらい違いだ。じゃあお願いします。じゃあそれ行きましょう。はい。時のバスと場所じゃえらい違い。いいじゃないですか。うん、いやでもさ、外国でさやるとあのマスタリングなんかも全部向こうでやるじゃない、はい、そうすると音全然違うよね。違います。不思議さね、あれね。何ですかね、なんか向こうなんてあんまりねレベルとかね、こういうあれを気にしてないのよ、意外と。どちらかというと聴感上で合わせてるって感じで、あんまり変わらないでしょっていう。確かに変わんないんだよ、ね、だから相性だよね、あとはね。相性だよね。大体あれでしょ、ミキサーがプロデュースも兼ねるでしょ、向こうは。だから俺、まあ、俺もあの今回自分で10年ぶり作ったのだから、ほとんど俺とミキサーと2人だけで作ったの。ああ、そうですよね。まあ、時間はかかったけど。1ヶ月に1遍ぐらいしか会えないから。え?1ヶ月に1遍ぐらいしか会えないから、はいはい、あ、忘れちゃうじゃん。はい、で、あれどんなんだっけみたいな。またやり直して。こういうの入れるのもいいんですね、ピック入れて。何で入れてもいいんだけど。アメリカで30代後半の時に。そうですね、はい、うん、肉体的衝動っていうアルバム名、これもうだから強力ですよ、あのアッパーな曲は。ああそうなんですね。聞き入っちゃいますね。アルバムはみんな、はい、歌のタイトルは日本の、はい、日本名というか、こういう題名が多いんですか。そうなんかこう、この英語でババーンっていくような感じの。まあだからどうですか、あんまりあのかあんまりカッコつけないっていうか、向こうであれしたから向こう名とかそういうんじゃなくて、だからあくまであの曲はこっちで書いてって、うんうん、なんか録音ね、なかなかね、日本人からね、抜け出せるのは難しいですよ。英語ペラペラになれば、また変わってくるのかもしれないけど、そうじゃないければ、なかなか難しいよね。だって、生活感のない言葉で歌ってるようなもんだからね、英語で歌うってことは。ある意味そうだよ。だから、疑問は感じるわけよ、どうしても。俺自身もさ、誰しもそうだよね。誰しもそうだと思う。俺は洋楽に憧れて音楽ばっかり聴いて育ってきたけど、結局あんまり分かってないもんね。分かってない感じですよね。感じ雰囲気だけで分かってるんだけど。ああ、そうか。だからあのギルバート・サリバンの自殺の歌を俺たち朝聴いて爽やかだなっていうのはおかしな話だよね。そうですね。何でしたっけ、あの歌。あのアロマ系。朝風呂。あれ自殺っていうわけじゃないけど、まあそういうね、自殺に思わすような内容の歌だもん、うん、そういう歌結構多いんだよ。
それをそういうの聞いて、わあかっこいいなとかさ、なんか爽やかだなとか、どういうことだろうみたいな、ところはある。かえって歌詞がわかんない方がいい。歌詞わかんないわかんないぐらいのがいいみたいよ。外人だって言ってたもんだって。あんまり歌詞なんか聞いてねって。雰囲気だって。雰囲気。でもいいけど、ノリが良ければ、まあ、自然に入ってくるっていうか、うん、誰しもそうなんじゃないの。やっぱり切ないのはね、来る時もあるし、うん、一緒ですよ。ビートルズが結構好きな人、やっぱメロディーから、うん、多いよね。結構攻めてきますよね。いい歌多いもんね。よくあんだけ出てくると思うよ、本当に考えられない、うん、ね、短い活動時間かかるね。せいぜい10年ぐらいでしょ。はい。あ、マイクはこれちょっとやばい。食べちゃうかな。これが。バディシンちゃんが来たけどまだメールが来ない。メール来てた？来ない。いるけどメールくれてるのかな。うん、はい。はい、うん、ゆったりと、いいね、時のバスですね。ありがとうございます。はい、すいません、時の場所って言っちゃった、ね。まあ、何も違う、なんか面白い意味合いで。でもこれは向こうで撮ってますけど、歌詞のイメージはもう完全に。日本で作った玉川で。玉川で。そうなんです。羽田あたりの感じ。まあ大体そうだよね。川から海へ行ってくっていう感じで。アメリカでそんな感じだもんね。そんなたくさん出てる。急には出てこないし ね、おかしいじゃないですか、急になんかさ、急にはなんかアメリカになっちゃう、やらしい感じ、なるほど、いいですね、もうメールどんどん全部読んだ、メールは読みました、うん、ね、バースデーがもうすぐなんですか、今度いつかやる、これがそれは18日、これは18日、ね、11月18日、これはどこですか、サムザップ、サムザップですね、はい、うん、これは鶴見慎吾さんと、タメ語つって、タメさんって呼ばれてるんですけど、うんうん、まあ、鶴見さんがコスさんって呼ばれて、うんうん、でもう8年ぐらいやってるんですけど、うん、9年とか、でもうさらに一歩行こうって、タメと語でタメ語、ああそういう意味ですか、はい、なるほど、今回2回目、そうですね、楽しみです、大体同じぐらいの年代ですか、こっちは、そうですね、これまでぐらいか、鶴見さんの方がちょっと下です、ね、あ、そうかもしれないね、金八先生って感じなんですね。あ、そうですね。時代的にはそういう時代ですよ。もう自分でも否定してないですから、ね。あ、そうですね。まあ、やっぱり皆さん、ね。まあ、それはそんなようなしょうもないよね、うんうん。そうだよね。俺だって、まあ、もうドキャロはずっと拭えないわけだから。そうですね。うっちゃんです。うっちゃんです。ね、二人ともイケメンだから、すごい。ね、これは11月の18日ですね。サムズアップですね。サムズアップであります。こっちは、こっちは僕のあのプライベート、これはプライベート、これはあれですね、マルティグラですね、十日のマルティグラ、はい、もう毎年バースデーですか、はい、誕生日ですか、この日がリアルタイムの誕生日、はい、11月の3日文化の日の夜明けで、あ、そう、ふみやきですね、あ、そうなの、あ、そっから来てるんですか、はい、と母が言ってました、あ、お母さんも、はい、全然文化の変わりしないです、そうですか、そうですね、弾丸をつけてくれたお母さんですね。あの鉄砲玉だからね、11月3日がじゃあ最初のライブは11月3日のバスデーライブ、そうですね、自由が丘マルディグラですね、はい、やっぱりあれですね、予約が必要ですかね、うん、2つともね、今回はだと思いますよ、うん、はい、うん、18日は横浜サムズアップで、うん、はい、ね、タメゴさんですね、タメゴです中島さんと鶴見さんとね、楽しみに、あ、こういう情報はあれですか、ホームページとか、はい、ホームページもあのインスタグラムでもいろいろ出してます、ね、中島文明さんで昨日ホームページで、はい、入れます、検索すれば、はい、はい、詳しい情報が載ってます、ね、ぜひ調べて、はい、リモートもあるんで、ね、はい、うん、じゃあもう一曲いきましょうかね、はい、今日は勢いのいいやつで、カンナナパレード、カンナナパレード、はい、はい、お願いします、ドア開けました今ギリって感じですうん、東口ゴスペルって、これもタイトルですよね、あの、うん、アルバム名、面白い、カンナナはやっぱり
育ったところと近いから、はい、カンナナパレードなんですか。そうですね、やっぱり生活道路っていうか、もうちっちゃい時からカンナナとカンパチはもう蒲田から出る戻るって言うても、で今も今は目黒なんですけど、ひもやの辺なんで、やっぱり地元帰る時はカンナナで、熱がこもっちゃいますよね、パレードし、これは南岸ブラザーズとは関係ないの？これもソロですね。そうです。南岸ブラザーズでは、あの名目上はアルバム1枚か2枚、2枚目出してる。アルバムは6枚ぐらいですね。そもそも結構出してるの。何でですかね、売れなかったのはね。知らん。俺には自分困る。そんなにいっぱい力入れてもらってね。いやいや、まあ、まあでもキャロルだってそうだったからね。キャロルはまあ、結構貢献したと思うけどね。ビル建てるんじゃないかな。どこなんですか最初。ワーナー。いや、フォノグラム。フォノグラムとか、あとトリオもちょっと関係してたけど。今みんなあそこになっちゃったでしょ、ユニバーサルに。あ、そうだ。ね、みんなが、みんな一緒になっちゃってるから。まとめちゃってんだよね。ユニバーサルか ABEX か。みたいな感じじゃ、まあでもそうトータルで言ったらインディーズ系のが売れてるからね。今はね、そんな総数で言えばそんな時代ですよね。うん、だからもう誰でもチャンスはあるって言えばあるんだけど、それが難しくなってるかもしれない。ソロになってからのアルバムは、うん、どのぐらいですか。そうなってからぐらい出してる。そうですね、すごく。それも。これも全部そう。ああ、でもそのぐらい。で、4枚かけさせていただきますよね。すごい。バイクは乗られるんですか。もう最近は乗ってないですけどね、はい、バイクは乗ってましたね。ああ、本当。だからバイクでって感じの。そうですね。もう今走ってバイクで、バイクのスポット。俺だけ嘘、大嘘つきだよね。7免許誰も持ってねえってんだから。矢沢さんも矢沢さんも持ってもらったよ。で、原付きじゃんだって、あの頃。運転免許持ってても。まあ、原付きだから、そんな大きなバイク乗れないよ。嘘ばっかりついてる。芸能界じゃないです。芸能界っちゃ芸能界だけど。で、曲残り30秒です。はい。まあ、やってる音楽は芸能界だけど。いや、ジャンルの音楽はね。嫌いだったから。やっぱり生活道路だった。生活道路ですね、もう完全に。何回も何回も生き生き生きした。蒲田から出るにも、カンナナ。そうか、そういうことになる。カンナナ。どこでにもカンナナになっちゃう。カンナナかカンパチですよね。カンナナかカンパチだとちょっとね、なんか。ああ、そうか。感じがこう、ソリッド感が消えるから。ソリッド感。カンナナの方が。カンナナの方がなんかスピード感あるよ。スピード感じゃない。カンパチとかだったら。いいんですけど、別に。別にね、差別するわけじゃない。ブインブイン言ってたんですね。そうですね、まあトラックとか渋滞が激しいんですよ、神田がね。それでやっぱりオートバイじゃないとなかなか進まないんで、階段を巡ってブブ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 取り回し大変ですよね。なんか都心のちっちゃく切るにはやっぱり現地ありぐらい。日本の道路事情考えてね。そうなんです。作ってほしいよね。そうなんです。やってほしい。生きてってほしいよね。だからアメリカみたいな雄大なところならね。ええ。いいんですけど。もったいない気がしちゃう。あれ取り回し大変だと思いますよ。本当で。
余計パレード感が。だいたいじゃあ年に1枚ぐらいはあのアルバム作ってるって感じだね。はい、作ってましたけど、うん、こことちょっと休んで。あ、そうですか。で、まあ来年ぐらいにちょっと。あ、俺も10年ぶりに出したから。あ、そうですか。だってね、何にも言いたいことがなかったんだよね。あ、そうなんですよ、でも、ね。言いたいことがないのに、なんかあんまりこういうのも何かなと思ってね。あんまりでいいかなって言って。うん、これもね。じゃあまあこれからじゃあ、うん、はい、まあもうあとはそんなにないわけじゃねえか、はい、惜しみなくね、惜しみなくやってた方がいいと思います、はい、歌っていきたいと思います、頑張って、はい、うん、はい、じゃあ最後に一曲、最後の曲ですね、うん、これではこれはな、最新ですか、そういうわけでもない、最新でもないんですけど、まあこの曲は僕の、うん、好きなの、好きな曲なんで、はい、はい、中島みゆきで、はい、ガールズソングを聴いてください、はい、ちょっとガールズって感じで最初の入りいいですね。曲が浮かぶんですか、曲からですか、歌詞からですか、大体曲からなんですけど、でもサビのとこだけが出ちゃうっていうことがありますよね、なんか歌詞とかね、歩いてる時とか、うん、なんか、スタートうまくハマる時あるからね、そうなんです、うん、でそこだけなんかにこう録音して、あ、そうです、もう、うん、録音してスマホとかで、で後で聞き直して、うん、肉付けして、うん、内村さんはどうやって曲作ってる、同じですよ、まあ、そうですよね、俺の場合あの喫茶店にいることが多いけどね、人見てるとなんとなくこう、 あとは妄想ですよ、妄想、ちょっとした現実とちょっとした妄想、はい、相当妄想が入ってるんですね、そうですか、うん、相当妄想多いで、うん、膨らましちゃってるからね、だって膨らませないとだって面白くなんともないんだもん、でも歌うことがただ淡々とね、うん、あるがままを歌うっていうのもそれは人の手だけど、うん、言葉がさやっぱり選びきれないからね、うん、だからあのボブ・ディランみたいに羅列っぽくさ、はい、やるって手もあるけどね、うん、そういうふうにあの作る人もいるじゃない、はい、はめてっていう、うん、はい、だからこう言葉だけを並べていくだけとかさ、うん、でもそれでも意味は通じちゃうからね、うん、ある程度は伝わるじゃん、うん、あ、そうです、うん、妄想します、ね、それが不思議なところだよ、妄想はしますね、だからまあ全部あのある種のその時のリアリティっていうのがあるじゃないですか、うん、年代年代で、そこは大事にしないと嘘になっちゃうんで、うん、ただそれをまあ、2、3割残して、うん、あとは妄想とか、そういうことで肉付き、ね、じゃないと無理だもん、そうですね、全部はね、この嘘つけないでよ、そうなんですよ、全体的になんか爽やかでいいですね、まあ、そうですかね、まあ、そうなのかもしれない、 なんかこう爽やかだよ、ね、爽やか、ジメッとした歌を歌っても爽やかに聞こえそうな、だからそうですね、カラッと乾いてるっていうか、うん、だから要するに不良っつってもあのそういう何コントリーワールじゃなくて、昔のアメリカングラフィティとかあるじゃないですか、はいはい、みんなでナンパして、うん、そういうで、そこに夢とロマンがあるっていう、大人じゃないこう、うん、はい、そんなうん、ちょっと青春時代をこうちょっと、そうですね、まあまあずっと今それできてますからね、みんな変わってくるから、ね、曲がまだ1分あります、あ、そうですか、じゃあどうしよう、この辺でフェイドアウトで、フェイドアウトで、じゃあフェイドアウトで、
はい、今日はね、ありがとうございます。宮崎さんに来てね、嬉しい、ありがとうございました。ね、こういう方とだとうっつゆ知らず。知ってたけどさ、知ってたけど。でも今日は記念になりました、本当にね。あ、そうだね。あ、よかった。ね、本当に。また来て、歌ってくださってありがとうございました。はい。じゃあ、後でまた動画撮らせてくださいね。はい、よろしくお願いします。じゃあ次のコーナーに行きまーす。すいません。登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからはアウトドアです。登るさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、鶴巻登です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。曲はリーズン。アースウィンドファイヤー。怖いね。怖いですね。はい。ボーカル、フィリップ・ベイリー。アースウィンドファイヤー。高い声が最高ですっていう感じで、これリーズンを結婚式のソングに選んじゃった人が結構いたらしいんですけど、これ人よの恋みたいな、そういう意味なんですか。やめた方がいいよ、向いてないね。ちょっと失敗かな、まあ意味も分からずね、今夜だけはみたいな、そういう流れの、はい、あの歌詞なんですよ。難しいところ、ちょっとね、まあまあでも、その今夜だけなんだけど、でも本気モードになってしまったみたいな意味合いもある。あの結婚式はその日しかないですからね。まあでもその先長く続くじゃないですか。それはもう勝手に言ってください。そういうことでね、はい、フィリップベリーでした。はい、湘南海岸、七里ヶ浜、セットももこし、思ったよりサイズがちょっと上がってきて、はい、北東の風、オフショアが 4,5 メーター吹いてますと、水温は22度、下がってるの、下がってきてます。外気温が20度、あ、もう水温のが暖かいですね。暖かい、そうだから、まあ寒い時は水なら使ってましょうみたいな、それでも寒いですけどね。あ、そうだ、うん。週末金土はちょっと小波でもサイズアップしてきそうですというところで、予報をチェックしたら金曜日の午後が、南風から北風に変わるんで、この変わりっぱなを狙える人が多分一番、グルメな波を、はい、当てるんではないでしょうかと。3じゃなくて2なんですね。まあ微妙にそこで行ける人はね、ね、あの辺のローカルで上から見張ってる人ぐらいじゃないかなと思うんですけど。あなたぐらいです。いや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 。でもね、まあそこに向けてちょっと仕事の調整をしましょうねみたいなところなんですよ。遊び心がないとね。金曜の午後狙い。まあ昼1時ぐらいに現場に入るぐらいが多分いいんだよね。でも今チェックできますからね。うん、ね、あのライブカメラもありますから、うんうん、いろんなものをこう駆使して、ね、一番どうせ遊ぶんなら一番いい時にやりましょうよっていうところなんですね。まあまあこの時期その寒気が入ってくると、うんうん、こう気圧配置が西高東低だったり、うんうん、沖合で西風が吹くんですけど、そうするとその沖合で吹いた西風のうねりが湘南海岸に入ってきて、はい、西うねりが入ってくると、湘南イーストだから、鎌倉寿司あたりがちょうどいい感じに入ってくるというところで、まああの天気予報もそういうチェックの仕方をしててもらうと、はい、いいんじゃないかなと思います。はい、ね、それから大会がコロナ禍で、ほとんど大会全滅していた、まあ、あのサップ業界とか、そういうのがあるんですけども、これはあの僕実際に電話して聞いてなかったんですけど、ウェブサイトだけ見てて、SPPL ってサッププレミアムリーグ、堀越さんが代表なのかな、あのサップのチャンピオンだった堀越博信さんの、まあページつながりでこれちょっとチェックして、あのサップどこどどどの辺でやるんですか。サーフィンの大会がね、湘南海岸辻堂海岸で、2020の11月の15日に一応大会予定してます。これからですね。ですね。で、まあこれはあの、プロリーグみたいな、あ、そうプロリーグって言い切っちゃっていいのかな、あの賞金大会とかで、まあ。金目当ての賞金稼ぎ、そうかっこいいですよね。男32名、女子16名
で、まあ、あの選抜っていうかそのプロリーグ登録選手もしくはそのプロリーグからの指定選手が、うん、エントリーしてきて、そうだよ、ねね、まあ男子32名って、まあ、そういうのがなくなったら困るもんね、うん、まあね盛り上げていかないとっていうところで、うん、なんこの運営も大変だと思うし、うん、あのいろんなその、まあ、コロナだからそういう、うんクラスターとかなんだとかっていうところに気を配りつつの大会になってくるんで、うんまあ、いろいろ大会大変だと思うんで運営頑張ってほしいと思います、はい、僕もね、まあ、できることだったらあの協力しに行きたいなぐらいに思ってます、うん、はい、辻堂会が、うん、11月の15日ですね、はい、サップサーフィンの大会ですね、もうすぐだね、来月、来月か、うん、来月ですよね、うん、2週目、あとサップレースの大会も、同じくその SPPL ってプレミアムリーグの方、それも辻堂の方ですか、これはね違いますね、どっか湖だったり、湖ですか、琵琶湖じゃないな、ちょっとこれすみません詳しくあのチェックできてなかったんで、Facebook もしくは YouTube で SPPL サップレースで調べてもらうと出てくるかな、みんなやっぱ軒並み中止で、せっかくみんなここに焦点合わせて各自トレーニングとかしてる人多いんで、うん、それはねあのやっぱり1個でも大会あれば、まあ、頑張って出たいもんじゃないですかっていうところなんですよ、まあね、でもあのやれるっていう方向がなんか出てきたんで、あ、はい、あの非常にねあの楽しみなんだこの前向きってことね、うん、まあ、頑張っていきたいなと、あの応援したいと思います、はい、はい、それから雪、うん、雪も同じくで、うん、あの JFO っていうあの、うん、やっぱ協会のジャパンフリーライドオープンっていう、うん、まあ、あの大会があるんですけど、これも、2月21年ですね、うん、もう 来年なんですけど、今シーズン冬の2月の2週目にあの大会オープンが決定してまして、うん、白馬のコルチナスキー場、うん、白馬のりくらスキー場で、うん、スキーとスノーボードの大会、ね、これはあの多分フリーライドなんで、うん、あの未整地とかその、うん、まあ、スキー場のもっと上部とか、うん、すごいところから滑り出ししてワンラン何秒でどういう演技ができたかみたいな、あ、まあ、そういう流れだと思います、うん、そうですか、タイムレースとはまたちょっと違うようなところですね。これでもすっごいかっこいいですよ。あ、そう。うん、プレ映像を見るとあの宙返り入ったり、あ、そう、3D だったり。それは自由なんだね。そう、それはもうあの大会でジャッジが見ててそれを評価するっていう多分大会だと思います。はい、ありがとうございました。はい、うん、はい、本日のゲストはシンガーソングライター、元カンカンブラザースの中島文明さんでした。はいはい、ありがとうございました。かっこよかった。で、来週10月28日水曜日はノーゲストです、うん、なので皆様のあったかいお便りお待ちしてます、うん、てそれではまた来週バイバイ、横見誕生日おめでとう、おめでとうございます、ありがとうございました、そっか、今日、はい、お疲れ様でした、今日聞いててくれたんですね、どうぞ、はい、今日は、はい、ゲストに中島文明さん、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、いや、まあ、でも縁は ないようであったような感じ、あ、でもまあとりあえずもともとタイプはきっと似てます、似てる、はい、僕はあの11月3日に、これが先ですね、はい、あの毎年やってるリアルバースデーですね、マルディグラ、はい、バースデーライブをやります、はい、その後は18日、あのサムズアップで、はい、鶴見俊吾と中島文明で、はい、タメさん、コスさんでタメ語タメ語、まあ、パーカッションとキーボードを入れてやりますので、あ、はい、こちらが11月18日、はい、で、あのライブは人数限定ですけど、まあ、リモートもありますので、あ、そうなんですね、うん、まあ、今あのコスさんとは新曲作りに上げてますから、はい、ぜひぜひ、またぜひ来ていただきたいですね、ねえ、本当ならばね、あの中島さんはあの4月に来ていただく予定だったんですけれども、あ、ちょうどね、コロナでね、こっちが中止になっちゃった、 FM 時代がなくなっちゃった、そう、休止だったんで、うん、でもよかった、今日来ていただいて、本当にこれもご縁でございますね、生で歌っていただいて、いやいや、もう何が幸せになるか分かりません、まあ、幸せです、随分あの女の子とデートするのに、はい、夏の終わりを聞いてましたからね、そうなんですね、最後感激です、思いを込めて今日は歌っていただきました、申し訳ないです、
じゃあまた来週ってことで、うん、はい、また遊びに来てくださいね、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。